どうも皆さん、一流ギャングスターの龍です。さあ本日から新実況エイムズやっていきましょう。これ11月からね、新発売されるゲームでございましてですね、今現状そのクローズドベータテスト版がやってまして、で僕今これ6時間くらい遊んだんですが、バカおもれ、バカほどおもれ、これお世辞抜きで言ってます。完全にちょっとね、今日はこのゲームがどんなゲームなのかについて、ご説明していきたいというふうに思っております。まずですね、エイムズの、世界観なんですけれども、世界観は極天グループっていうなんか悪徳企業がいるんですよ。でそこの悪徳企業の、お金を僕らが、ギャングになってですね、で、お金をこう奪い合うみたいな、そういうゲームになってます。まあ、ちょっとこっちかこっちかに今多分プレイ映像を載せてると思うんですけども、スマホとか iPad とかでできる縦型のなんかバトロワみたいな感じになってましてですね、51輪で現金強奪バトルをして、でこれね、もちろん人倒すとかもできますけども、人倒すのもできるんですけど、最終的な目標はお金を一番多く持って生き残っていた人が勝ちっていう、ちょっと新しいゲーム性なんですよ。まあ、もちろんね、一人で遊ぶこともできるし、これほんと5分くらいで、終わるんで、1ゲームがね、すごい気軽に遊べるし、スマートフォン縦でできるんで、結構なんか通勤時間とか、なんだろうな、授業中の合間とかにもできると思うし、3人チームを組んで、チーム戦みたいな感じで戦うっていうこともできるし、あとカスタムバトルみたいな感じで、まあ、ルーム戦みたいな感じで、こう、例えば生放送して視聴者とかと、一緒に戦うみたいなこともできるんですよ。ギャング、まあ、キャラクターですね。使えるキャラクターが、まあ、こんだけいるんですけども、まあ、注目すべきポイントは、やっぱりこの、俺そんなに声優さん詳しくないんですけど、俺でも知ってるレベルの超有名声優さんがいっぱいいる。例えば、ミスタージャッジメントとか、この若本さんとかってあれですよね。ひとし松本の、滑らない話の人ですよね。ちょっと僕の、モノマネのクオリティは一回置いといて、結構素晴らしい声優さんがいっぱい参加してますよと。で、ゲーム中に流れる楽曲がね、すごいんですよ。これ見ていただいた通りの、メンバーになってるんですけども、例えば、マウィズアミッションとか、ロットングラフィティとか、フィアンドルーズイングラスベガスとか、まあ、この辺りは僕も知ってますね。こんだけ素晴らしいアーティストさんたちが楽曲を提供してくださっているといったところ。じゃあちょっと早速ですね、ちょっとくっちゃべっててもしゃあないんでね、ゲーム実際しながらね、どんなゲームか説明していきたいと思います。さあ、やっていきましょう。まず主目的を確認していくと、あ、ちなみにこれ声後付けです。なんでかって、アクションゲームすぎてな、リアルに実況するのなんか不可能だからだよ。リアル実況でね、やってみたんですよ。無理無理無理。全然無理。喋ることを忘れて集中して無言で実況しちゃうから。なんでちょっと後付けで解説していきます。で、まず主目的確認しておくと、制限時間5分以内に極天ドルを一番多く持ってる人が勝ちなんで、生き残んないといけないです。他のギャグに倒されてはいけない。で、ボタンで、好きな場所で降りれるっていう感じですね。で、今降りるところを探しているという状態。これね、要は生き残んないといけないんですよ。だからどんだけ人倒しても負けなんで、生き残ってなければ最終的に。で最初何をしなければいけないかっていうと、まずは自分のレベルを上げます。レベル、今レベル1から始まって、これ全員レベル1から始まるんですけれども、レベル9がマックスなんですよ。なんでレベルを上げなきゃいけないかっていうと、レベル1とレベル9でステータスが倍ぐらい違うんですよ。つまり攻撃力とか防御力とか倍違うってことは、より倒されにくくなるということですよね。だから最初はこの極天くんっていうこのチビキャラみたいな、CPU みたいなね、このキャラクターを倒したりとかすると、これレベル1上がるんですけども、この辺でレベルをどんどん上げていって、まずはレベルを9を目指す。早く早めにね。でこういう極天くんを倒すと、でこういうキャラクターいるんですけど、ギャングか、他のギャングはあんまり戦わなくていいです。まあ倒せそうだなと思ったら倒してもいいんですけど、あんまり最初はね、好戦的にガンガン戦っていくのはあんまりおすすめしない。立ち回りが安定しないから、最初は極天くんとかを倒しながらレベルを上げていくと。で一応ね、この辺確かね、敵が現れるんで、この辺はちょっといけるのかなと思って、ちょっと攻撃力を上げて、今バレット使ったんですけど、これ攻撃力アップのバレットを使って、こっち側の攻撃をね、より優位にしました。でこれでバババって打っていって、こっち結構強いですよね。でこれダメージガード、ダメージガードは、相手からの攻撃をのダメージをカットしてくれるんで、基本的にこのバレットをね、どんだけうまく使えるかなんですよ、このゲーム。接敵した場合は、敵と出会ってしまった場合は、やっぱバレット残ってた方が有利なんで、
まあ、ダメージカットを使ったりとか、あと、攻撃力アップ使ったりとかね、体力回復使ったりとか、この辺のバレットを駆使して、自分が死なないように相手を倒していくっていう、そんな感じですね。まあ、これちなみに倒さなきゃいけないわけじゃないんですよ、このゲーム。実はギャングをだから一生逃げ回って最後金めっちゃ拾って勝つっていうこともできるんですよ。だから別に一人も倒せなくてもゼロキルでも勝てるバトロワってあんまないですよね。このゲームはゼロキルでも勝てるバトロワです。はい。で、今はこれ何してるかっていうと、レベルを上げながら、まあちょっと倒せるやつちょっとだけ倒していこうかなみたいな。で、今のはバレット使って攻撃力をアップして一気に倒した。こんな感じで、これも倒せるかなと思ってゴリゴリ、これヘッドショットね、ヘッドショットして倒してるんですけども、普通にね、エイムこれ長押ししてると打てるんですけれども、普通のエイムだとなんか体打っちゃうんですよ。だからちょっとこう上に上げてあげるみたいな、頭の方に。そうするとダメージ量が上がります。さあ、こいつを倒すことはできるんだったっけな。結構ね、人はやっぱ強いのよ。で、これ今ギャングスキルって言って、これギャングスキルで相手にぶつかると、このキャラクターの場合は、相手を吹き飛ばせるっていうね、そんな感じのスキルを持ってます。これは各ギャングごとに、固有のスキルですね。で、今のも、しっかりと当てていきたい。これは、確か倒せなかったはず。なんか追ってったんだけど、なんかすげえ速くて、あいつなんかムーブ速いんだよな。スピードもギャングによって結構違うんで、このエレクトラはかなり速い方です。ちなみにめちゃくちゃ遅いやつとかもいるんだよ。その代わりなんか攻撃力めっちゃ高いみたいなね、まあ、そういうのもいるんでね、まあ、その辺はちょっと使いながら見ていただければなと思います。さあ、お金めっちゃ落ちて拾っていこう。ただね、あんまりね、序盤に1位になると狙われるんですよ。なんでかっていうと、1位って居場所バレるんですよ。1位ここにいますみたいなのでバレるんで、だからあんまりね、最初に1位狙わない方が基本的にはいいです。基本的にはね、まあ今1位になっちゃったね。これね、今ねバレてるんですよ。だから居場所が今これでなんか逃げたら勝てるかなと思って僕逃げてるんですけど、確かこの後ね2位ぐらいになるんですよね。なんか多分他のところでほら2位になったでしょ。今2位になっちゃったんですよ。ってことはこれ逃げても勝てないんで、戦場に身を投じていけないといけないんですよね。で、今どこにいるのかっていうと、今ほら左側にちょっとなんかあと何百メートルになってんじゃん、あれ1位なんですよ。でこの1位のところに今向かっております。で、まあ、落ちているお金を拾っていく。1位だったらね、基本的にね逃げた方がいいですね。なんかいっぱいお金ゲットしたら、まあ、時と場合によりますよ。これは必殺技使ってるんで、こっちも必殺技を使いまして、これで滑り込んで全員に大ダメージを与えて、でお金を拾っていきましょう。あと残り10秒。さあ、お金拾ったら勝てるよ。お金拾ったら勝てる。それに拾おう。行こう。よし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 。ナイス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 。お金拾って、あと2秒、1秒、0秒。こんな感じ。だから、そんなに今、この立ち回り上、キルしてないじゃないですか。敵キャラクターを。なんですけど、これ、結果1位になってるんで、立ち回りなんですよ。プレイング。プレイング重要。ギャングにも、タイプがありましてですね、今これ、ギャング一覧になってて、ちょっとまだ出てないキャラクターもいるんですけど、左上にこのギャングの左上にね、なんかマークがあるじゃないですか。スプリンターとアサルト と、ハンターとタンクっていうのがあって、それぞれにね、こう例えばアタックが高いとか、まあライフが多いとか、なんか結構いろいろ特徴があるんですよ。でチャージ攻撃が得意とか、なんか接近戦が得意とか、なんか逆になんかめっちゃ足が速いとかね、まあその辺の、まあ、キャラクターの特色を生かして、自分の好きなキャラクターを使っていくのがまあいいかなと。でね、バレットね、さっき使ってたこのバレットも種類がいっぱいありまして、例えば今装備してるのは攻撃強化、体力回復、ダメージガード、ダメージガードっていう、まあこれが今のところ俺なんかその9時間10時間ぐらいやって一番強い構成かなと思ってるんですけど、なんか結構他にも面白いのあって、例えば広域回収とか、これ発動すると極点ドルが回収する範囲を増やしてくれるっていう、感じなんで、なんかその近くまで行かなくても拾ってくれるみたいなね、とかあとね、これポイズンとかね、次のエイム攻撃で対象を、毒状態にして15秒間ダメージ与えるっていう、こういうのもあるんで、まあこの辺はちょっと使ってみながらだと思うんですけど、とりあえず今のところは僕ね、攻撃、体力、ダメージ、ダメージっていうこの4種類のバレットを装備しとくとすごい安定したんで、まあちょっと参考にしていただければなと思います。あとコスチューム変更っていうのも一応遊び心でねありまして、こういう風になんかこのキャラクターの服装の色をね変えたりとか、こういうのも一応あります。さあ2戦目やっていきましょう。2戦目はキャラクターを変更しまして、先ほどはエレクトラちゃんだったんですが、今回はマジェスティックローズさん。シンプルにおっぱいがでかい。ですね、キャラクターの固有のね、まあ特色みたいなのもあるんで、エレクトラは足が速かったんですよ、かなりね。なんですけれども、このマジェスティックローズさんはまあそこで足速いほど速くはないんですけども、攻撃力がそこそこ高くて、遠隔攻撃が得意なんで結構使いやすいですね。
僕の今のところの一押しはエレクトラとマジェスティックローズのこの2ギャング。まずは最初はさっき言ったようにね、レベルを上げていきましょう。なんでかっていうとレベルを上げることによってステータスが上がり、敵のギャングから倒されにくくなるからです。さあしっかりとまずはレベル上げていく。でこういう時間があったらね、こういう ATM を壊してあのお金をゲットしていくっていうのもまあしていいかなと思うんですが、まあ、そんなにねこの辺の ATM はそこまで重要ではない。さあ誰か攻撃してんな、近くに敵いんな、これ。あいますね、いますね。さあまずはバレットの攻撃力アップを使ってヘッドショット狙ってぶち込んでいくよ。いいね。さあこいつを倒せるのかな。あちょっと AM 力がないね、 AM 力ないね。大丈夫かな、当たるかな。今攻撃力アップしてるからね。あいいね、いいね、いいね、いいね。こんだけ遠くても当たるんですよね。これがねローズちゃんのいいところ。さあ今レベルが、8ですか。あのちなみに他のギャングを倒すとレベルが2上がるんでね、あの極天空を倒すと1ですけど、なんで、まあ、他のキャラクター狙ってもいいんですけど、やっぱちょっと危険じゃないですか、リスクが高い。ちょっとあの リスクとリターンがあんま見合ってないんで、基本的には極天空を倒してあのレベル上げていった方が、まあ、安全っちゃ安全ですね。立ち回りは安定すると思います。さあまずはこれ何をしてるかっていうと、もうすぐ行けようと思うじゃないですか。すぐ行っちゃいけないんですよ、あんまり中心街に。中心街結構ねやり合ってるんで、後から行って玉の利を得た方が基本的にはいいです。なのでまずは最初はとりあえず様子見て、こうやって周りに敵ないかとかね確認しながら、まあ、行けるやつは倒していいですけど。さあこれで、攻撃力をアップして倒そうとしていくが、さあなかなか当たらない。ちょっとこれ使いどころ間違えましたね。おっとやばい。さあアリシアちゃん来た。この剣士はね近接攻撃しかできないんで近づかなければ大丈夫です。近づくとマジでやばい。さあこれがギャングアクション、バズーカ撃てるんですよ。めっちゃ強いでしょ、バズーカ撃てるんですよ。結構使うの忘れるんですよね、割と夢中になってやってると。さあこいつを倒せる、オッケー、ナイス。ギャングアクション結構忘れるんですよね。で意外とすぐ溜まるんで、今ねこの右側のこのこれね、このなんかオレンジ色のゲージ、これ溜まるとすぐ撃てるんでね。さあ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 、今ちなみにこれね、あのね友達と一緒にやってるんでね、一人いるんですよ友達が。チームで組んでやってるんですけど、チームでやると勝率絶対上がります、絶対上がる。やっぱり最終的にその中心街に行く時に全部敵よりもやっぱ味方3人とか2人とかいた方が、要は一気にね敵を集中攻撃したりとかできるじゃないですか。だから基本的には仲間とやった方がいいと思うよ。うん。で、しっかりとバレットの打点を上げて、さあこの辺でそうこの辺りから行くと、この辺りから行くといい。そのもう戦場がもう熱しきっている状態で後ろからこうなんか玉の利を得ていった方が立ち回り的には安定すると思うね。さあこれも倒していこう。オッケーオッケーオッケー、倒した、ナイス。さあいいね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 。さあまずはしっかりとこの辺の敵を一掃していきたいところ。金拾うのは本当後でいいですね、このキャラクターは。あおっとダメージを食らいましたか。さあダメージカードをしっかりと使って接敵した場合はまずはバレット。一応ねギャングアクションも使えるんですけれども、ちょっとこの時は確か忘れてたかな、使うのを。さあヘッドショットがっつり決めていく、いいね。ヘッドショットがっつり決めて仲間にも守ってもらいながら、さあおっと必殺技使われたので、ここで僕もギャングスキルを使う。これねギャングスキル使われたらこっちもギャングスキルを使ってダメージカードをしてとかしないと、ほんと一撃死とかあるんですよ。キャラクターによってはやっぱそのダメージ量がえぐい必殺技を使えるみたいなやつもいるんで、だから必殺技使われたらもう反射的にダメージガードを押してこっちも行けたら必殺技使うぐらいの感じでいないとすぐ死んじゃうと思います。これ結構反射神経ゲームみたいなところもあるんだよね。で今はこれもう67万持ってるんで、もう逃げてるんですよ俺、逃げてます。完全にもう相手と戦うことを放棄してひたすら逃げる。67持ってたらね結構1位になれるんですよね。でちなみにこれ50ドル以上持ってると、50万ドルか、50万ドル以上持ってると動きめちゃくちゃ遅くなるんですよ。今動きめっちゃ遅いでしょ、足めっちゃ遅いんですよ。だから逃げにくくなるんで、攻撃力が高いキャラクターであればもしかしたら迎え撃ってもいいと思う。なんだけど迎え撃つと相手の必殺技とかを受ける可能性もあるんで、まあその辺はちょっと注意していただければいいかなと、はい、思います。結構ね勝てるようになってきて、この辺からすげえ面白くなってきた。この辺でねベータテスト終わっちゃってクソって言ってた気がしますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。
エイムズマジで面白いっすね。僕これで3日間ぐらいクローズドベータやったんで12、3時間ぐらいやってると思うんですけど、友達とやったりとかするのめちゃくちゃおもろいんですよこれ。でしかもやっぱ一戦が短いんで5分とか、なんか結構気軽にできるし、でまあ、結構深い立ち回りとかもあるし、キャラクターもいっぱいいるんで、で私ね、あのありがたいことに公認ギャングスターに選んでいただきましたんで、公認ギャングスターとして今後動画とか生放送とかもやっていこうかなと思ってます。でこのゲームなんですけども、11月にサービスが開始されますと。で事前登録が今現状募集してると思うので、まあその辺の詳細は概要欄に貼ってありますんで、ぜひですねチェックしてみていただければなと思います。公式 Twitter とか、あの公式 YouTube チャンネルもあるんで、そっちもね、あのぜひ見てチェックしていただければなと思っております。ぜひこの動画良かったなと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。